はい、皆さんこんばんは。こんばんは、斉藤丈太郎です。はい、今日は、はい、丈太郎スタイリング賞として、2022年キモノイストのスタイリングを、はい、総合スタイリストの斉藤丈太郎先生に解説いただきたいと思います。はい、はい、この着物イストはですね、うん、11月の15日に火山会館にて授賞式を開催しまして、はい、でその後23日、はい、祝日に神田明神の文化交流会館江戸っ子にてイベント、うんうん、着物イストデイ2022を開催しました。はいはい、っていうね、まあ、一大イベントが終わりましたね。はい、ありがとうございます。これはね、去年から第1回してまして、はい、未来の着物のマーケットにこう、はい、こう可能性をね、はい、感じさせてくれそうな、そういう発信をしてくれそうな、はい、方々に、次の時代のね、和装とか和文化とか着物のスタイリングとかをね、ちょっと進化をね促すような、うん、そういうイベントになればなと思ってね、去年、できたアワードなんですけどね、はい、今年もまあどうにかこうにか、開催にこぎつけまして、はい、アワードの日と、それからその後一般の方がね来場いただけるそういう着物イストデイみたいなね、うん、まあ、2日間で1つのイベントっていう形でね、実はやっております、うん、はい、今先生の、うん、言葉の中にどうにかこうにかっていう、もうすごく大変だったんですよね。大変でしたね、本当にね。お疲れ様でございました。そうなんですよね、もう朝ちょっと早めに目が覚めるんですよね、なんかね、気が張って、そう、今ようやくね一段落しましたので、今年も無事に事故なく終わったので、まずは良、はい、かったなと思ってます。終わってみて、まあ、じゃあホッとしてる感じ。そうね、とにかくホッとしてますね。あ、まあ、おかげさんでね、はい、まあ、今回そのアワード自体はやっぱり報道されること、はい、メディアに乗ることっていうのは目的の一つでしたから、そういう意味ではね、すごくたくさんの報道陣に来ていただいて、うんうん、朝のワイドショーであるとかね、はい、夕方のニュースやなんかでも取り上げられましたし、もちろんスポーツ新聞しかり、うん、ウェブのメディアもかなり載せていただいたので、はい、まあ、その辺はね、うまくいったんじゃないかなと思ってます。はい、着物がねこれだけ取り上げられることが、うん、なかなかやっぱ珍しいことなのでね、うんうん、そうですね、はい、まあ、僕自体がね、とにかくその文明が進むのが進むほどね、便利になればなるほどまたねスローな、うん、一手間かかる着物って、またねこれはまたこれはこれでこう愛おしいというかね、うん、自分たちのルーツの一つですので、はい、またそこにね、光が当たるんじゃないかなと思っての、なんていうかな、その着る側のね、はい、昭和の時代のこういろんなこの固定概念がねこうこびりついたところがあるんですけども、うん、それをちょっとでも剥がしていくような、ね、そういう装置としてのね、うん、着物イストですから、はい、なかなか大変でしたけども、まあ、やらなくちゃいけないことの一つかなと思ってます、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、それではまず今回の授賞式の、うん、模様をね動画で、そうですね、はい、ぜひご覧ください、振り返ってみたいと思います。はい、はい、11月15日の授賞式の模様ですね。はい、このね 5名の方に今回、アワードという形でね、受賞いただきました。はい、まずは又吉直樹さんですね。はい、又吉さんも独特の雰囲気があってね、はい、まあ、面白かったというかただあれですけども、ある意味クラシカルなところをお持ちの方ですから、うん、もう、まあ、その、うん、ね、未来の着物なんだけど彼らしくなくなってもダメだし、まあ、そこのところのこう微妙なさじ加減ね、又吉さんでありながら今までの又吉さんじゃない半歩先行ったところのコーディネートっていうのをね、頭に浮かべながらやりました。うん、でもかなり気に入ってくれてましたよこれ。結構ね、又吉さん普段着られる方なんですか？着られるみたいですよ。一応ね、着物はね慣れてらっしゃるみたいですね。あ、まあ、だから割と、うん、負担っぽくというか割とリラックスされてましたね、うん、そうですね、なんか着慣れた感じありますね、うんうん、はい、そうですね。続いて、はい、吉岡里奈さん、まあ、彼女はねとにかく可愛い方ですから。でも彼女はね本当にその可愛すぎて、なんかピンクで花柄みたいなイメージが、淡い色目のイメージがあったので、うん、逆に僕ね、スタイリストとしてはちょっとシックめで、
彼女の受賞理由の中に多面体的な美しさとか可愛らしさっていうのがあるんですけど、僕もその通りだと思っていて、なんかこうちょっとシャープなところと柔らかいところが混在したような、そういう多面性のあるような、なんかこう着物のコーディネートでちょっと務めまして、今までの吉岡里帆さんとは違うちょっと大人のね吉岡里帆さんを、コーディネートしてみました。まあ、うまくね、彼女にしかできない可愛らしさとか、ね、大人の一面が出ると素敵かなと思うんですけどね。なるほど、たくさんの方が会場にいらしてますね。そうですね、はい、続きまして、アイネジ・エンドさん。はい、アイネさんも、まあ、彼女も本当に世界観がある方ですからね。本当にウォーキングもちょっと独特な感じだったし、多分着物を着たインスピレーションでね、結構勝手に体が浮くじゃないけど、そんな感覚に見えたね。そうですね、だから意外と堂々としたちょっと変わったウォーキングやなと思ったけども、決してなんか作られたもんというよりかね、なんかそうですね、そうそう、普通に彼女が着物を着てなんか感じた歩き方なんかなって感じはしました。そうですね、なんかこうアイナさんの中で解釈した着物っていうのが嬉しいです ね、はい、見ててね。これはこれでね、その個性が決して変的な感じじゃなかったですよね。すごく好感度ありましたね。やっぱそのアーティストらしいこうなんかちょっとこうご自分の中ですごく自分のフィルターをこう通して表現されるのが、そうね、自分の魅力はこことかっていうことよく分かってる感じだったね。はい、さすがって感じ。続きまして牧野さんですね。牧野さんはね、まあナイスガイでかっこよくて、サッカー選手なのモデルじゃないの、俳優さんじゃないのって感じでしたね。そうですね、ね、体もね騎士、着物が本当によく似合いました。で、彼は僕本当に黒だなと思ってこうコーディネートしたんですけど、ご本人さんも僕は黒なんですって言ったんで、それがピタッと、まあ、マッチしたっていうか、それすごく彼も喜んでくれました。なんかコメントの中に、現役を終えるとサッカーの監督、をしたいんだってことがあって、なんかこの着物で、ね、ピッチ立ってなんか指示したいなと言ってくれてましたよね。なんかまた彼が本当にやってくれそうですからね、新しさがあって、ね、その着物 の、 その着用機会じゃないけど、シーンとしてね、そうよね。あ、はい、続きまして水木有沙さんですね。有沙さんも感動ですね。もう顔が小さいですからね。小さいですね。やばいでしょ、もうね。いやー、もうさすがっていう。そうですね、あれ、ここは実はね、吉岡里帆さんと水木さんが並んだ時どうかなと思っていて、あえてこう水木さんを粋にかっこよくというか、逆に言うと僕からすると吉岡さんより可愛めの着物を僕は選んだような感じでいきました。で、吉岡里帆ちゃんをちょっとシックめな感じにして、その方がこうね、水木さんも素敵だろうし、吉岡さんもさすが着物リストに選ばれただけあるっていうことになるんじゃないかなと思って、それ狙いでね、やりました。なるほど。なんか水木さんもやっぱりご年齢を重ねられて、今やっぱり着物を大切に思うというか、和の文化大切に思うということをコメントされてたんで、やっぱ嬉しいなというかね。いやー、なるほど。はい、はい、ということで、こちらが受賞式の、模様でございました。はい、続いてメイキング映像をちょっとご覧いただきます。火山会館の、ホワイエ入り口ですね。こうしてちょっと準備を進めてまして、そうですね、まさにね、受賞していただいた裏ではこうね、着せてヘアメイクしたとこうね、ポートレートを撮ってすぐにこう舞台に向かってもらうという趣向なんですけどね。着てみるとすごいスッとするというか、いや、みんなかっこいいですよ、やっぱりね、着心地は抜群でしたね。やっぱ味が出るというか、やっぱりルーツの一つ
ね、日本人に似合うのはやっぱり着物なんかなと改めて思わされるような、ね、絵ですよね。そう、吉岡亮さんも、まあ、彼女も京都出身ですからね、きっと着物には慣れ親しんでるんではないかと思うんですけれども、うん、でもやっぱり、うん、今まで知ってる着物とかちょっとした小物とかやっぱり随分と新しいなということで、なんかね、随分喜んでくれてましたね、褒めていただきました。アイナさんも実は彼女も実は着物をあまり着たことはなくて、なくてっていうことだったですけどね、話してるときは、うん、でもやっぱりこれも、うん、すごく気に入ってくれてましたね。グリーンの、ね、柄のに赤い帯、それにブルーの小物なんで、まあ言えばね、ちょっと突拍子もない合わせ方なんですけども、うまくこなしてくれてましたね。牧野さんはもうね、着物を着る機会ってなかなかないんですよね。なんで、やばかった。機会がありました。本当にね、モノオファーしたいぐらいだった。今度はね、僕の勝利ね、監督になる素敵でした。あの着物でサッカーの指揮取ったりだとか、初めての心で椅子にそういうのやってみたいなと思います。ちょうどそうですね。はい、水木さんもね、素敵でした。上太郎先生のこだわりが散りばめられているような人で、彼女はね、ドラマデビューは14歳なんですね、女優の。だからもうかなり長くこの業界ですと、全然ね、本当に凛として素敵なままですね。やっぱり着物着るとちょっとね、違う魅力が出ますよね。そう、そして裏ではちょっと寄せ書きじゃないけど、着物リストの柄が入った着物に寄せ書き着物をしてもらって、ちょっとね、歴史を物語るようなね、そういうものを作ってます。はい、続きまして、はい、それぞれ の、うんうん、あのスタイリングについて、はいはい、ぜひあの解説いただきたいんですが、はい、まずあの又吉直樹さんですけれども、うん、受賞者の、まあ、受賞理由から、はいはい、発表しますが、芸人であり作家又吉直樹さんが貫く世界観は、その独自の視点から繰り出される日本人のルーツの一つである着物を、希代の芸人はどのように楽しみ、新しい時代のツールへと導いてくれるのか、そんな物語を聞かせてほしい。うん、そうですね、はい、かっこいいね。かっこいいですね、うん、あので、その、あの又吉さんがお召しになっている着物、帯、羽織、すべて小室庵さんで、はい、で草履がカレンブロッソさん、はい、というスタイリングですね、はいはい、この、コーディネートとしては先生どのように、うん、そうですね、僕ちょっとね、コーディネート理由書いてますので、ちょっと読みますね。はい、又吉さんのコーディネートです。着物は西陣お召しのモダンな八虎島、羽織はモノクロームな配色の大さや型、帯はハケのタッチが残る大胆な帯、繊細なイメージの又吉直樹さんですが、一度着物を召されると大胆で個性的、粋な色合わせに又吉さんのシャレが光る、そんな時代の着物モードを示唆するスタイリングを目指しました、うんうんうん、はい、となってます。じゃあ又吉さんの写真をちょっと、はい、ご覧いただきたいのですが、うんうん、はい、はい、もう彼はね、まあ、とにかく実はそう、あるね、着物の勉強会でご一緒したこともあって、ほう、やっぱり日常から着物を着るというのは僕も知っていたのでね、はい、でもなんかどっちかというとこう物書きの方でもね、役者さんでもあるけども、うん、はい、物書きもされるんで、なんかこう、ね、着物を着られると、そういう方が着物を着られるとこうちょっと書生さんっぽいイメージがあるんだけど、うんうん、もうちょっとやんちゃな感じでね、又吉さんを少し不良にした感じのスタイリングにしてみました。そう、ちょっと不良にした感じのね、スタイリングにしてみました。でもやっぱりよく似合ってましたね。あ、ただこの不良のさじ加減ですよね、しすぎてもらしくないし、そうそうそう、なんかね、昔の時代劇で出てくるね、呉服問屋のちょっとバカ若旦那みたいな、なんかあるじゃないですか、はい、あそこまで行くとやっぱりダメだし、もうそのね、もうちょっと手前の息でね、いなせな、ちょい遊び人みたいなところをちょっと目指しました。そうですね、うん、その大胆さと抑えたところのバランスですね。渡辺さんは本当に服の上からこんな羽織に、ね、着てくれそうですけどね、さっと羽織ってね、うんうんうん、
まあ、楽しみですね。どっかで来てくれたら嬉しいけどね。あ、またその男性ながらヘアスタイルがね、うん、あのまあ、ちょっとこうロング で、うん、であのスタイルで下ろしたまんま着物姿っていうのも新鮮ですよね。そうね、ね、頭食ったりするかなと思ったんだけど、あえてね、はい、あのスタイル行かれたんで、それもまた寂しかった ね、 うんね、はい、じゃあ続きまして、うん、はい、吉岡里帆さんですね、はいはい、受賞理由がですね、ただ美しいだけではない、彼女には多面的な美しさが宿る、幅広いジャンルで見せる新しい顔は可愛く強くしなやかで軽やか、時には不器用な感じさえ漂わせる、この多面的な美しさは他の誰とも被らない彼女特有の魅力の一つ、その魅力の一つにネクストモードの着物を加えてみたい、うん、吉岡里帆さんの着物と帯は上太郎斎藤、はいはい、で小物は綿毛さん、はい、で草履がカレンブロストさんという、はい、あのスタイリングですね、はい、はい、じゃあコーディネート理由いきますね、はい、吉岡里帆さんのイメージは伝統的で古典の着物が似合いそうなイメージがあります。しかし、今回のアワードではモード的でありかつ、古典の要素もあるさじ加減の効いた新しいスタイルを吉岡里帆さんに落とし込みました。シャープなタッチと柔らかいタッチが混在するスタイルは彼女の多面的な魅力と相まって時代の日本女性のエレガンスの象徴となりますと、はい、だからこうなんとか彼女をやっぱり着物を着ると正統派に近い感じがしたので、はい、まあそれもそうですね、ちょっとどこまで彼女のそのイメージを崩せるかっていうところと、うん、新しい彼女の魅力を引き出せるかっていうところの中でこうあんまり急にねヤクザの姉子みたいな粋なもちょっと違うしちぐはぐするし、まあそれこそこれもさじ加減やね、なのでちょっと柔らかいのとこのシャープなところとこう混在したような柄ではありますけど、まああんだけどね、あのバランスのいい子なので、まあ何でもね着こなしてしまうんでしょうけども、あの上太郎先生多面的魅力とおっしゃられましたけど、うん、このコーディネートではどこを出したいって感じでした？そうですね、やっぱりね彼女の吉岡里帆に着物を着せたらこうなるっていう感じはなんとなくみんな共通的なイメージがあると思うんです、うんうん、それをもうちょっとまずはこう変えたかったっていうのと、はい、まあ、新しい吉岡里帆さんの一面が出せたらなと思うところと、はい、かつねでもそれがやっぱり全く彼女のね、なんか誰か、他人さんのやつを着せられてるっていうのもちょっと違うし、うんうん、いかにこう吉岡里帆でありながらちょっと違うちょっと今までとは違う一面を見せられるような、なんかこう吉岡里帆さんが着物を着るとあきっとこうなるだろうなっていうイメージがねなんとなく僕もあったりとか、きっと僕があるってことはみんなきっとそれなりにそういうイメージあるでしょう、うんうん、それはダメってことないんだけど、うん、やっぱりその可能性を感じさせたいっていうかね、そういう思いでちょっとひとひねり半歩先行く感じにしました。あ、うん、古典にとどめない感じでちょっとモードを入れたいっていう、なるほど、はい、でまあ、着物と帯も結構同系な感じですよね、あの白地に黄色の差し入れ、うん、そうですね、いやこれ実は最初ね、はい、吉岡里帆さんに見せた時、マネージャーさんに見せた時はね、はい、やっぱりちょっとびっくりされたようで、あ、なんかだからちょっとねチェックは厳しかったですよ。あ、そうですか。大裏話やけど、あ、まあ、結果的にはね、あの、うんうん、全て認めていただいて、うんうん、僕の、あのコーディネート喜んで来てくれてましたけどね、うんうん、でもやっぱり、うん、なかなかねその半歩先行くとか新しいっていうところってなかなかみんな想像できないから やっぱ難しいところではありますね、うんうん、はい、続きましてアイナジエンドさんですね、はい、はい、受賞理由はこんなにもかっこいい大人少女が日本には存在する、歌手、ダンサー、シンガーソングライターというその少女は類いまれなるその表現力で世界を魅了する、彼女の世界観、表現の源に和文化や伝統、着物というモードを加えることを試みた受賞である、うん、はい、そしてですね、はい、こちらの、着物帯は上太郎斎藤で、小物が綿毛さん、草履がカレンブロッソさんです。はい、じゃあ受賞理由よかな、はい、はい、アイナ・ジェンドさん、少女と大人が混在する彼女のイメージを追求することに徹し、チープにならぬようギリギリのところで基本を逸脱しないことを心がけました。
アイナ・ジェインドさんという常に新しいを生み出す、現代のアーティストと着物という最新のクラシックとの共演は比類なき古典を生み出すに近いない。うん、ね、まあ、まさにその通りかなと思うんですけどね。本当にアイナさんが活躍すればするほど、そこに和の文化とかね、はい、まあ、もしかしたらアニメかもしれないし、ゲームかもしれないし、そういうのをミックスされていくと、まあ、着物も含めてね、はい、すごい面白いことができるんじゃないかなとかね。うん、なんかちょっと想像するだけでもワクワクするというか。そうですね。なんか活躍の先に日本の伝統的なものが混じり込んでいくと、なんかそういうこと、高い次元のね、安っぽいんじゃなくて、高い次元のところでこう彼女がクリアしてくれそうなね、はいはいはい、そんな期待もありますね。なんかこう、まあ、いい化学反応というか、うんうん、こことここがつながるんだみたいな、そういうところをアイナさんがこう仲介してくれそうな。そうね、僕もあの初めてコンタクトした時は、はい、意外と着物は何でもいいですよみたいな感じかなと思ったら、意外とそうでなくて、うん、やっぱり興味もあるし、あの、はい、和のもの、着物にはあんまり触れたことないんだけど、やっぱりすごいこの機会はすごい嬉しいみたいな、うん、やっぱり言ってくれましたね。うんうんうん、しかし分かってるんでしょうね。だから僕がそう思ってるのもというような、うん、同じような感覚を多分持ってるんじゃないですか、彼女も。あ、うん、なんかそんな風に感じたけど、ね、はあはあ、それちょっともしかすると先生もアーティストなので、その観点としてなんかそういうこうただその着るものじゃないところを見てらっしゃる感じかもですね。うんうんうん、なんかそうだと、まあまあ実際ね、やっぱりちょっと新しい魅力だと思ったし、彼女のね、でちゃんとなんかほら突拍子もない子かと思ったらちゃんと古典だし、ちゃんとクラシックだし、はい、続いていきましょうか。続きまして牧野智明さんですね。はい、受賞理由は前向きでポジティブ、ムードメーカー、もちろんプロサッカー選手としても一流、あまたいるプロスポーツ選手の中でもその屈しないプレースタイルは彼の真骨頂であり、またクールなファッショニスタの一面も併せ持つ、そんな日本男子に新たなツールとして着物をまとわせたい。はい、着物が日本橋丸城さん、帯が城太郎斎藤、羽織がレディクロアさん、草履がカレンブロスさんですね。いや、もうかっこいいですよ、彼は本当にね、迫力もあったしね、素晴らしかったです。じゃあ先に言いましょうかね、コーディネート理由を。はい、はい、牧野智明さんです。クラシックだけれどクール、ドレススーツのような着物が牧野智明さんにコーディネートするイメージ。簡単なように聞こえるスタイルですが、着物となるとそうはいかない。黒は特別な色の一つであるのですが、牧野さんにはお構いなしで断じて黒一色をスタイリングしました。世界に通用する日本男児をイメージしたスタイルです。うん、はい、まさに断じて黒一色で行きました彼はそれもすごく喜んでくれたので、そうそう、嬉しかったですね。だから先生はどこにその黒で行こうっていう確信があったんですか。いや、もう黒しかないでしょうって感じでね。なんか彼は何だろう、分からんけど、確信もないもないけど、なんか特に今回はそうでしたね。でもそう、黒ってというようにね、そのね、和装でも洋装でもですけど、ちょっとね、物色でもあるし、まあ、喜びの色でもあるんですけど、特別な時の色なので、意外と黒い着物って、まあ、男性って基本的に今までは無地のものが多かったんですけど、黒無地っていうのはやっぱりちょっと避けてるところもあったので、はい、まあ、昭和以前の話はね、うん、でももうこれからそういう本当に黒っていうのはね、強い色の一つですから、まあ、こういう強い躍動感ある男には黒ってかっこいいですよね。なるほど、素敵でした。そうですね、なんかスポーツ選手っていうとちょっと爽やかなね、感じに、うん、あの、まあ、イメージ的にしたくなるところを、うんうん、ちょっとあえてのこういうクラシックで重たい感じ、うんうん、そうですね、十分こなせるからね。うん、ただなんか牧野さんの性格も結構こう真面目というか、うん、こう、まあ、高青年というか、なんか、うん、いや、もうナイスガイやったね、本当に ね、なんかそのこう、なんかきちっとした正しさが色に出てるなみたいな、そんな感じもしますね。そうそう、いや、あのね、まあ、これ裏話やけど、はい、まさに終わった後ね、はい、スポンサーさんとか協力いただいた方々とちょっとこう懇親会をしてたんだけど、はいはい、そうか、わざわざね、終わってから
着物脱いでからだけど顔出してくれて、うん、みんなと写真撮ってね、はいはい、してくれたりとか、サービス精神も旺盛で、うん、すごいね、喜んで、みんなファンになったじゃないですかね。僕もファンだったけど人柄のところですよね。いや本当にね、うん、本当そうでした。なかなかかっこよかったです、うん、ね、そのなんかこうキリリとした感じが色に出てるのかなと、うん、はい、牧野さんですね。はい、続きまして最後に、水木ありささんですね、はいはい、受賞理由は、発表します。14歳、衝撃の女優デビューから芸能界での第一線の活躍は枚挙に富まない。女優業とアーティスト活動、仕事とプライベート、現代女性憧れの生き方を地でいく、日本を代表する表現者の一人であること、モートたる着物のミューズとして発信してみたいと思った、うん、はい、水木さんの着物は、着物と帯が日本橋丸城さんで、小物が綿慶さんで、草履がカレンブロスさんです。はい、じゃあ、水木ありささんのコーディネート説明をしたいと思います。はい、水木ありささん、未曽有のコロナ禍によるフォーマルの消滅、その次の時代モードとして昇華した着物をどのように着こなすのか、華やかなイメージの水木ありささんにスタイリングを試みました。華やかではあるけれど、ただ派手なだけではなくて、都会的でシックで、華やかさがあり、水木さんらしさを一番に考えたスタイルです。まさに、まあ、その通りで、まあ、やっぱ大人の女性でもあるし、うん、着物の持つ華やかさとか、うん、その洋服ではないね、見せない華やかさ、日本人らしいエレガントさ、うん、ね、もうあの彼女はうまく引き出してくれましたし、うん、あのスリットとかデコルテが見えてるとかね、そういうセクシーさではなくて、やっぱり日本の女性の大人のセクシーさ、エレガントさがね、うん、よく出てたと思いますし、うんうん、やっぱり着物の持つ華やかさもね、うん、うまく彼女ならこうこなされてたなというふうに思いますね、うん、やっぱりそこはやっぱ大人の女性だなって感じありましたね。すごい魅力的でした、うん、そうですね、うん、なんか堂々たる着姿っていう感じが、うん、そうね、本人ちょっと緊張してたみたいですけどね、ラフウェイの時はね、うん、あ、でもなんかこれもうあとね、バックでお話したけどすごい気に入ってくれていて、うん、これも喜んでくれてて、うん、嬉しかったですね。だから皆さん本当に、ね、気持ちよく着物を本当にまとってくれて、うんうん、やっぱりこう着物着るとみんな和むというかね、やっぱりこうちょっと範囲になるっていうか、やっぱそんな感じ、みんなそんな感じで、あの後ろ行ってね、なんかアイナさんと吉岡さんがキャッキャ今日の姿でね自撮りしたりとか、うん、なんか普通の女子高生とか普通の、ね、女の子たちのなんか表情というかね、着物着た時のなんかそのままでしたよ、裏は。そう、まあね、うん、あのまあ、芸能人の皆さんは、うん、まあまあ、特別な経験とか特別なシーンはいろいろあるとは思うんですけど、そうそう、そういう方々でも、うんうん、着物を着るとこう一人の女性としてね嬉しくなっちゃうというのは、そうね、うん、やっぱりそういう 魔力というか力、パワーというかね、うん、そういうのがあるんやなと思いましたね、改めて。そうですね、うん、やっぱりこう着物は素敵ですよ、やっぱり、うん、間違いない間違いない、うん、はい、ということでね、先生お疲れ様でございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、その15日の授賞式は無事終わりまして、うん、続いてあの23日に、あの着物イストのイベントがありましたね、うん、そうです、はい、着物イストデイというイベントで、はい、まあ、そこはまさにぜひね、一般の方々が、着物を着てご来場いただいて、はい、ちょうど僕がスタイリングした着物の現物であるとか、うんうんうん、その時につく、ね、大森素直さんというカメラマンの方に裏でポートレート撮ってもらったんですよ。そのポートレートと一緒にね、現物並べて展示をしたり、うん、それからスポンサーしていただいている各企業さんのブースがあったりというところで、はい、まあ、そういうイベントをね、今回させていただきました。23日かな。そうですね、何の日だっけ、23日で、勤労感謝の日ですね。勤労感謝の日か、はい、はい、では上太郎先生、あの23日の、うん、はい、イベントの様子動画でございますので、はい、ちょっとご覧ください。はい、今回はね、この神田明神さんのね、境内の中にあるホールで実はさせていただいたんですけど、開催したんですけどもね、はい、この現物の着物と、進呈させていただいた現物の着物と、はい、それから大森素直さんというカメラマンの方に撮ってもらったポートレットと一緒にね、はい、
シンクロ展示という形をしております。それと各ブースさんのね、はい、企業のブースがあったりとか、はい、一日着物でね楽しんでもらえるようなそういう、ね、イベントなんですけども、うん、舞台がありましてね、そこで僕もファッションショーをしたりとか、ミニファッションショーをしたり、解説付きでそういうことをしたりとか、ファッションとしてね、資生堂のね、熊田由美子さんの、はい、メイクの、ヘアメイクのちょっとそういう、うん、美術指導というかね、なんかそういうものをやったりとか、うんうんうん、なので結構ね、マニアックなそういう、うん、着物好きが集まってマニアックなところまでちょっとねほじくり返すような、うんうん、そういう、ね、イベントにしてあります。あはは、これ一日限りの無料のイベントだったんですね。そうなんです、一日限りの無料のイベントでね、もうとにかくたくさんの方に着物を着ていただきたいという思いでやってますし、やっぱり着物姿ね、たくさんの着物姿を見ることからやっぱり、ね、それがファッションとなっていきますので、ですから、ね、いろんな人の着姿を見たらあれもいいな、これもいいな、こういう合わせ方もいいなとかね、はい、あ自分はこうやったけどこうね、着丈がこの方が良かったねとか、人のね、いろんな着た人のを見てああなるほどと気がついたりとか、やっぱりこうね、着物姿の完成度を上げようと思うとやっぱりそういうね、きっかけになるようなイベントになったらいいなと思ってますね。やっぱ なんだかんだと着るものですからね、もう着るこういう機会があったり、そうですね、だからもう着物もね、ただ着物を羽織ればね文化振興になるとかそうでなくて、やっぱり素敵に着てこそ、ね、着物が素敵だなと思えてこそやっぱり文化振興なので、やっぱりそういう、ね、こう着物イストはそういうなんかねきっかけになるイベントなるねイベントにしたいですね。これはねちょうど小倉先生おっしゃった結構たくさんのお客様にそうですね、この日はねとにかく朝から晩まで大雨で、もう着物姿に雨が一番大敵なんですが、しっかり大雨で、はい、もう悲しい一日でしたけどね、まあ、でもどうにかこうにか、はい、無事にやり終えましたんで、いやでも画面見る限り着物の方がすごく多いので、雨でも構わずっていうところが、はい、楽しみに来ていただくお客さんもね増えてきましたし、やっぱりちょっと特殊なねイベントだと思うんですけどね、今回はですね、そうあとねこのね造場会社のね造場吉川醸造さん、吉川醸造さんっていうね、はい、日本酒を作る実は、会社もスポンサーしていただいてまして、着物も進呈したんですけども、その着物のイメージでその吉川さんで展開されてる日本酒もプレゼントするというね、ちょっと面白い試みもやったんですね、ちょっと飲んでみたいですね、それは。いやいや、もう美味しかったですよ、飲みましたけど、はい、各ね、皆さんこうしてブースを構えて、そう着付けのね、長沼静さんもそうですし、組紐を体験とか、まあ、ワフレさんはね、また着物の内側のインナーからね、美しくなろうというところですし、竹谷さんは竹谷さんで本当にね、老舗の問屋さんで、カレン・ブロッソさんはまた、ね、履物ではもう今はもうすごい勢いのある、ところとスポンサーしていただいてますし、まさにね着物を未来へそして世界へっていうね思いで、はい、まあ、やってるイベントですね。いや盛りだくさんでした ね、いや本当にね、もうこれも継続していかないとダメなので、はい、なんとかね、来年も頑張ってね、いい形で掲載、開催できたらなと思ってます。はい。先生、最後に、着物イストに、まあ、2回目を終えての、まあ、来年の抱負などございましたら。そうですね、まあ、ね、まあ、年々ね、もう、日進月歩でね、文明が発達して、どんどんね、情報もスピードも速くなっていく中で、ちょっとねスローな着物、ちょっとひと手間かかる着物っていうのはまた何ともね愛おしい存在になると思いますので、その愛おしい存在の着物をね、より進化して、日本人のルーツの一つね、ここにありというようなことをね、やっぱり来年も着物室で発信したいなと思ってますので、
どうぞ着物の質のことね、皆さん話題にしてやっていただきますようによろしくお願いいたします。はい、はい、そうですね、また来年に向けて、うん、第3回の着物の質に向かっていきますけれども、また SNS とかね、そういう、はい、あの発信もしていきますので、はい、ぜひフォローしてください。はい、あの着物の質の YouTube がありますので、ぜひ そちらで、ね、見ていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。その着物の人の YouTube というのは、うん、他の映像も そこにそう、あの、ね、皆さんのね、はい、バックヤードでインタビューいただいたりとか、うんうんうん、まあ、表に出てない映像といいますかね、うんうん、あのそういうのもありますから、ぜひ見てください。じゃあもう、はい、あのはい、ぜひあのよりあのご紹介できなかった動画もあるそうなので、ぜひご覧いただければと思います。はい、はい、では総合スタイリストの佐藤京太郎先生、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。